毎度紅茶屋です、こちらライカ 3G89 万台のオーバーホールが完了してます、まあ、基本的にはシャッターオーバーホールですねになります、こちらは89万台 3G まずまずって感じの状態と、あとまあ振動済みクローン、これはオリジナルですね。フィルターも社外品ですがドイツ製のフィルターをそのままお付けします。ズミクロンのセットになります。レンズ134万台の振動ズミクロン、まあ綺麗な状態だと思います。無限ロックも効いてますね。ヘリコイドもスムース、絞りも、きちんと動いています。レンズも普通に見るぐらいならほとんど問題ない状態だとは思いますが、ペンライトで見てもまあ悪くないですね。ちょっと周辺白っぽくはなってますが、古いズミクロンは皆多少はあります。これ仕方ないと思いますが、いい方でしょう。まずまずですね、振動もしっかりしてますね。多少はガタありますが、ほぼないと言っていいレベルだと思います。ボディはオーバーホールしてありますが、もう1台の87万台よりちょっと使った感じはあります。スレというよりか、使用感がありますね。こういうとこのメッキもこちらの方が使った感じがあります。ただそれほどひどくはないです。悪くはないと思いますが、比べますとこちらの方がちょっと落ちるかなって感じはしますね。これですね、細かなスレがやっぱりちょっと見えます。普通なら気にしないんでしょうが、やっぱライカマニアはこういうのがね気になります。あとバルナックみんなそうですが、ここら辺はやっぱりどうしても補修の跡があります。ただオリジナルの革、ウルタペルカですのでね、感触はいいです。セルフタイマー、期間はオーバーホールしてありますので、このようにきちんと動いてます。いいですね、非常に快調ないい感じで動いてます。この頃になりますと M3 みたいな音がしますね。高速になってくると、バロナックは見にくい、確認しにくいですが、動いてますね。こちら修理したばかりですので保証も残ってますので、安心して使えると思います。ファインダーも綺麗です。パララックスも動いてますし、距離計も明るく、すごい20像もはっきり見えてましたね。あとここの割れがよくありますが、これは大丈夫ですね。いいと思います。何度も言うようですが、悪くはないんですけど、やっぱりなんかちょっと擦れた感じがちょっとあります。 3G 本当昔は憧れのカメラでしたけどね、最近安くなってきました。レンズが今高いんですね。一応セットので修理はしてありますので、約半年間の保証が残ってます。